マサトブルーの好きこそものの上手なれということで、今回も始めていきたいと思います。今回は生デニム洗濯法ということで、結構ねシーズン、まあこの季節が変わって冬から春、春から初夏になった時に、結構下のお店でもデニムを買われる方、特に生デニムを買われる方というのがものすごく今増えておりまして、そんな時に聞こえてくるのは、どうやって洗濯するのっていう声が非常に多いんです。生デニムね、生デニムカッチカチのやつね、カッチカチのやつ、カッチカチのやつ、はい。生デニムじゃあどうやって洗濯するの。まあネットこうね、なんか見てみると、お湯をためて何度のお湯に何分沈めてとか、なんか裏返してとか書いてありますが、なんかちょっと面倒くさいなって思う方も多いと思うので、私が実践しているもう本当に簡単なシンプルな生デニム洗濯法、ちょっとまず洗濯、もう私はするんじゃなくて洗濯機を使います。洗濯機のり落としとかそういうこともせずに、洗濯機に10分水で回して脱水かけて、その後僕乾燥機行くんだけど、単純にシンプルに洗濯だけで考えたら、そうだな、注意するところ、何個、3つぐらいかな。そうだな、1つ目、このねボタンとかチャックは必ず全部閉める、閉じる、これ基本ね、まずね、まず1つ目、洗濯する際に私は洗濯機を使います。洗濯機を使います。普通に洗濯機で洗います。ガシャガシャ回します、10分間ね。もうボタン全部閉めます。とボタンだったら閉める、例えばチャックだったら全部閉める、で上のトップボタンは必ず閉める、この状態で洗濯機に入れます。洗濯機に入れます。2つ目、洗剤は使わない、水だけで洗う、水洗い。洗濯機に、まあ、洗剤どんなのがいいですかってよくこれも聞かれるんですけど、一番最初の時は入れなくていいです。下手に色が落ちない方がいいんです。いろんな洗剤を入れてしまうと、このインディゴの染料が結構ね青くなってしまったりとか、色の落ち方が不自然になってしまうんで、水洗いで大丈夫です。3つ目、これね、これ賛否両論あるんで、これは皆さん自分で選んでください。私は表裏返してよく洗うっていうじゃないですか、裏返して洗うっていうじゃないですか、じゃなくて私は表です、表派です。裏派表派あるとしたら私は表派。なぜかっていうと、ジーパンって色落ちを楽しむ、自然な色落ちを楽しむっていうことで言ったら、この洗ってる最中の何かシワであったり傷であったりっていうものも一つの味。じゃあ昔のその、今例えばだよ、その何十万する、何百万する、じゃあヴィンテージが出てきました、その人たちが履いてたね、ジーンズが裏返しに洗ってたかっていうと、そういうわけでもないんじゃないかなと私は思うんですね。普通に別にアメリカのこのジーンズを履いて働いてた人たちがボーン洗濯機の中入れてガーッと洗って乾燥機回してみたいなことをして、乾燥機ないのか、水干したのかっていうことをしたと思うんで、私は表派なんで、生デニム買いました。
ボタン、チャック、すべて閉じます。洗濯機、表のまま入れます。洗剤、入れません。10分回します。脱水します。これだけ。シンプル、シンプルに。今回ね、お話したのはシンプルに生デニムを洗濯する方法。簡単でしょ。難しくない。なんかね、難しくいろいろ書いてあるんで、皆さんね、下のお客様、難しく考えずに、買ったらボタンとチャックを閉めて洗濯、洗剤を投げて回すだけ。私のおすすめは表で洗うこと。はい、洗濯した後、洗濯機真っ青になるんで、ちょっと洗ってあげると、次の洗濯の時に白いものを洗うと青くなってしまいますので、それだけ注意してほしいなと思います。今回は生デニム、シンプルに洗濯する方法ということでお話をしてみました。マサトブルーの次こそものの上手な、今回はこの辺で。シンプルに生デニムを洗うでした。